低カロリーかつ栄養素が高いおすすめのダイエットに向く間食をいくつか紹介します。プロテインと聞くと、ムキムキマッチョマンが飲むイメージだと思うんだけど、それは動物性のホエイプロテインなんだよね。一方でこのソイプロテインというのは豆から作られたプロテインで植物性。この植物性のソイプロテインというのは美容とかダイエットに効果的なんだね。で、アミノ酸スコアっていうのがとにかく優秀で、運動の前後に飲むことで筋肉量を増やして基礎代謝アップして痩せやすい体作りにつながるので、しかもなおかつ満腹感にもつながるから食事制限ダイエットにはめちゃくちゃ向く。俺はね、このソイプロテインを使ってんだけど、人工甘味料が使われてないっていうのが一番の理由ですかね。